その昔、とある島国に突如として鬼が現れたそうだ。その鬼は全ての生物を全滅させる白爆発の力を持っていたという。鬼に奪われた島はその後鬼ヶ島と呼ばれ、近づく者はいなかった。かろうじて生き残った者たちは鬼に怯えながら暮らし、ある伝説に希望の光を信じていた。その伝説とは、桃から生まれし男児がその鬼を封印すると。鬼を退治するという宿命を背負い、己の運命と向き合い、ついにその少年は立ち上がった。だったから誰が仲間になるか楽しみだな。緊張するな。犬とか猿とかキジ、ワクワクするな。おお、犬だ。私の名は深層無双の大英雄クーフーリー。かっこいいな。お、犬、犬だと。ああ、すいません、犬というかなんというか犬の鳴き声がしたんで。お、そうですよね。あなたはクランの番犬と名高いクーフーリンさんですよね。いかにも。ところでそんな立派な刀を持って一体どこへ向かっているんだ。はい、これから鬼ヶ島へ鬼退治に向かうところです。鬼か、噂には聞いていた。相手にとって悪くないな。あいつら悪さばかりしてるんです。許せないんです。腰につけた袋には何が入っている。あ、はい、日本一のきびだんごです。これを食べれば100人分の力が出るんです。それは素晴らしい。おばあさんが昨日の夜中から仕込んでくれたんです。一つ私にくれないか。神山勝る力を手に入れたい。お供しよう。これはありがたい。一緒に鬼を懲らしめましょう。飲み込めない。喉越しはちょっとあれですけど味は確かなんで。これを誰が食べられるんだ。僕は大好きなんでいくらでも食べられます。無理してるだろ。全然余裕です。前向きなやつだな。おお、猿だ。最優等戦勝物孫悟空。そのきびだんごを食べれば100人力だと聞こえてたんですか。てか棒さばきやば。俺は耳もすごくいいからな。いいな、羨ましいな。耳の良さと強さは関係ないがな。聞こえているぞ、耳がいいからな。桃太郎、さらなる高みへ登りたい。一つ俺にくれ、そのパサパサしたやつ。お供しよう。これは心強い。力をお貸しください。二つ差し上げましょう。いや、三ついただこう。喉を鍛えるのに良さそうだ。はい。死ぬぞ。桃太郎、お前のおばあさんは天才だな。お前の喉はバカなのか。こんなものも飲み込めないようでは修行が足らんな。私はいくらでも行けます。もういい。つまんないやつだな。さあ、最後の仲間は。そうそう、清き覚醒の聖獣アラミス。キジ、それは無理があるだろう。ああ、でも羽飾りがついてますもんね。キジとは何のことでしょう。あ、いやいや、こっちの話です。あ、いや、あっちの話と言いますか。こっちだとしてもあっちだとしても、何かあなたたちの期待に背いてしまったのならお詫びさせてください。いえいえ、あなたは期待に背くどころか期待以上です。だとしても
あなたたちを失望させてしまったことに変わりありません。力にならせてください。なら力になってもらおう。孫悟空さん、必ずやあなたたちを勝利に導きましょう。お前に導いてもらう必要はないがな。クーフーリンさん、アラミスさん、私たちと一緒に戦ってください。わかりました。鬼の話は聞いています。弱き者を助けることこそ私の使命ですから。私も同じ思いです。桃太郎、私たちは同じ志を持つ者、よろしく。はい。あ、これきびだんごです。よかったらどうぞ。喉気をつけろよ。桃太郎、美味しいですね。ありがとう。お前今隠しただろ。これで仲間は揃ったのか。今きびだんご隠したぞ。はい、これでようやく揃いました。同志たちよ、鬼ヶ島へ向かいましょう。同志がきびだんご隠したぞ。はい、私たちは同志です。同志、もういい。それならば早く向かおう。はい。至らぬところあるかと思いますが、皆さんよろしくお願いします。任せておけ。随分遠くまで来ちゃいましたね。あ、お腹が空いたら言ってください。一つくれ。腹が減っては戦ができん。はい。いやー、ほんと心強いな。あ、三人の噂を伺ってます。さらにお強くなられたようで、まさに鬼に金棒ですね。つまらんこと言うな。すいません。桃太郎、お前も強くなりたいんだろ。はい、もちろんです。本当の強さとはな、まずは己を知ることにある。闇は光に打ち消され、光は闇に飲み込まれる。わかるな。本当の強さ、戦う相手にも相性があるということです。相性？ええ、あなたにとって相性のいい相手とそうでない相手がいるということです。自分の特性を知っておくことが大事なんです。はい。というか、私はまだ修行の身、わからないことがたくさんあります。これからの戦いで多くを学んで、もっともっと強くなりたいです。戦いの前に備えることも大事だ。手遅れになることもある。強くなりたいなら己の強さを信じろ。決して弱音を吐くな。はい、頑張ります。友よ、あなたは伸びしろしかないのです。大丈夫ですよ。私ももっと強くなり、弱き者を守りたい。伸びしろ。そろそろ来るぞ。近いですね。桃太郎、早速学びの機会が訪れたようですよ。なんだか嫌な感じですね。能天気のやつだ。ようやく現れたか。楽しませてもらおう。桃太郎、準備しろ。さっきの言葉、心に留めておけよ。はい。俺がみんなを守る。腕試しといきますか。はっ。関係ない。敵を知り、己を知れ。そう簡単にはいかないようだな。こんなに強いと思いませんでした。戦い方を変えた方がいいようですね。そうだな、桃太郎、俺を見ておけ。はい。
死ぬかと思いました。全然効かないですね。桃太郎、おそらく俺たちは一度やられた。何を見ている、勝利には変わりない。あんなに強いと思いませんでした。すいません、力不足で。俺が伝えたかったのはそういうことだ。相性が悪かった。いえ、あの局面なら個人の力で押し切れると思った私が甘かったのです。まだまだ弱いってことだな。今の戦いで私たちの実力が測れた。まあとりあえずなんとかしのいだってことだな。皆さんを守るどころか足を引っ張ってばかりですいません。相手との相性が悪くても必ず活路はある。弱気になるなよ。はい。桃太郎、勝てない戦いではありませんよ。前進あるのみです。私は皆さんを信じることしかできませんから。心強いな。皆さんがいてくれて助かりました。本当にありがとうございます。しかしここからの戦いはこれまでと同じようにはいきませんよ。厳密に言うと私たちは一度負けている。二度目の敗北は許されない。油断すれば負けるだな、孫悟空。ああ、青鬼の気配は近い。しかし妙だな、それとは全く別の気配も感じるな。しかも全く殺気を感じません。奇妙ですね。どういうことですか。俺にもわからん。どういうことですか。俺にもわからんが。どういうことですか。進めばわかるだろう。はい。さあ、現れたな。こいつが青鬼。なんだこの大きさ。今までの鬼とは比べ物にならない。桃太郎、弱気になるなよ。城爆発まで倒しましょう。ダメだ、攻撃がほとんど効かない。カウントダウンが始まった。まだだ、行くぞ。あの図体であの速さか。残り6。大丈夫、間に合いますよ。あまり削れませんでした。クフーリンさん、お願いします。倒しきれないか。あとは任せた。まだか、アラミス任せた。大丈夫大丈夫、仲間を信じろ。桃太郎、あなたを信じます。貫け、ストライクショット。
とかかったな。桃太郎、最後手が震えていたぞ。いや緊張しました。でも皆さんが繋いでくれた思いに背中を押されました。力不足ですいません。桃太郎、よくあそこで踏ん張ったな。諦めれば終わっていた。しっかり決めましたね。強くなりました。4人で初めて勝てましたね。すっごく嬉しいです。確かに4人で勝ったな。4人で勝ちましたね。まだまだ一人一人の力が足りぬだけだ。あの、皆さんに助けられてばかりでしたが本当にありがとうございました。鬼退治も終わりましたし、ひとまずきびだんごでも食べますか。遠慮しておこう。アラミス、お前は食べておけ。2ついただこう。はい。3つ。おお、よく食べますね。お腹空いちゃいましたもんね。桃太郎、あなたも体力を回復しておいてください。はい、ありがとうございます。いや疲れたな。お前がいると飽きないな。楽しい会話はここまでのようだな。何がですか。桃太郎、お前も準備しろ。何がですか。とてつもない気配が近づいてきています。何がですか。先ほどの気配はお前だったか、ヤマトタケル。どういうことですか。ここまでの戦い見せてもらった。よくぞここまでたどり着いた。そなたらの力試させてもらおう。どうやら聞く耳を持たないようだな。桃太郎、この戦い避けては通れないらしい。これまでの戦いを思い出してください。どういうことですか。戦いに勝ってその理由を聞くとしよう。どういうことですか。死ぬ気で挑め。出ないとやられる。わかりました。ゾウ、死ぬなよ。まだまだ強くなるんだろう。はい。己を知ること、戦いの意味すら分かってない私にはまだ時間がかかりそうです。きびだんご落とせないよ。桃太郎、最後まで楽しませてくれ。空風林さんも己の強さを信じろと教えてくれました。その強さが羨ましいです。桃太郎、お前は決して弱くない。最後に喜びを分かち合いましょう。必ず弱き者を守るために強くなる。本当ですね。この戦い絶対に負けられない。
ヤマザタケル勝負。なかなかの才能だな。だがまだ足りぬようだ。そなたらの求める強さとは何ぞ。なぜそれほどまでに力を求める。本物の強さを証明してみろ。受けてみよう。いざいざ天下無双の剣の剣。ストライクショット。もはやこれまでか。らしくないですね。まだまだこれからですよ。4人で力を合わせればきっと勝てる。まさかお前に励まされるとはな。やはりお前は私を飽きさせない。もう終わりか。たまげたことはお前たちも立ってるのがやっとじゃないか。桃太郎、あなたはなぜかみんなを笑顔にする。一気に畳みかけましょう。桃太郎、本物の強さを見せてやれ。我が真相ゲイワルゲ、一撃必殺はやりまくなる。行くぜ、俺たちの本物の強さを。当選勝負地3000円よう乱したら俺が出る。そなたらの求める強さとはこんなものか。桃太郎、あなたが証明するのです、本物の強さを。愛する友よ、君たちに神の恩寵をあらんことを。アーメン。桃太郎、今だ。行け行け行け。本物の強さ、俺にはまだわからない。でも一つだけ信じてることがある。俺は仲間を信じてる。そなたの力見せてみよう。俺たちは一人じゃない。この一刀はみんなの力。貫け貫けストライク。ショット。定めというものか。桃太郎を率いる4人の強者どもよ、よくぞ我に打ち勝った。そなたらの実力試させてもらった。そなたら個々の力は確かに強い。だがそれまでのこと、一人の強さには限界があり、そこからは何も生まれん。四人の力が掛け合わさったとき、初めて新たな力が生まれる。今日の戦いを決して忘れるな。さらなる強敵へと挑んでいけ。一人の強さに決して溺れるな。仲間を信じよう。桃太郎、お前は強い。本物の強さ見せてもらった。さらば強者どもよ。ましたね。俺たちにさっきの言葉を伝えたかったんだろうな。一からは何も生み出さないか。私もまだまだ修行が足りんな。桃太郎、少し背が伸びましたね。そうですか。少しは成長しましたかね。ありがとうございます。ところで桃太郎、あなたはこれからどうするんですか。鬼退治も終わったことですし。私は
あの人の言葉をかみしめながらこれから旅に出ようと思います。まだまだわからないことが世の中にはたくさんあるんで、皆さんはどうするんですか？俺の言葉も忘れるなよ本物の強さか。己の力だけでなく仲間を知ることも強さにつながるのかもな。まだまだわからん。俺は俺なりの答えを求めていくか。私はこの戦いで一人の力の限界を知った。世の中にはまだまだ強い奴らがいくらでもいる。神をも勝る力を手に入れるためにも戦い続ける。クーフーリンさんらしいですね。アラミスさんはどうするんですか？私も愛する友を守るために戦い続けます。力だけが強さではない。あなたには仲間を信じる大切さを学ばせてもらいました。ありがとう桃太郎。俺を言いたいのは私の方です。皆さんのお役に立てませんでした。頼るばかりで。頼る強さも一つの強さだ。ありがとな。お前には私たちにない強さがある。楽しかった。ありがとう。やめてください。褒められると調子が狂っちゃうな。皆さん、私と一緒に戦ってくれて本当にありがとうございました。なんだかこれだけ一緒にいるとお別れするの寂しいな。あ、でも一生忘れません。皆さんと戦ったこの日のこと。そしてまたいつかどこかで皆さんに会える日を楽しみにしてます。その時には皆さんがびっくりするぐらい強くなった自分を見てほしいです。驚かせてみろ。楽しみにしておいてやる。はい。あの皆さん、まだまだ君団子あるんで三国さん、アラミさん、はい、クーフーリンさんもこっち今日はみんなで楽しみましょう。みんなでヤマトタケルで勝ったぞ。よっ、決まったら踊りましょう。はい、行きますよ。はい、悟空さんはあっち、こっちから。アラミさんはそっち、はい、クーフーリンさんはここ行きますよ。一回やられたけどな。いやにしてもさ、ギリギリだったよな。な
ダメすぎた。っていうかお前ダメージオール食らいすぎ。マジで受けた。あんなに強いとは思いませんでした。すいません、力不足で。修行が足りん。でもさ、意外に難易度上げたデッキ面白かったよな。修行さん、もっと難易度上げたデッキ組もうぜ。そう、受験が近いんだし、勉強勉強。学生の本分は勉強だしな。そうそう、いい大学を出ていい会社に入ることが僕たちの使命ですから。今しかできないことは勉強だけじゃないだろう。しけよ。受験落ちたら責任持てよ。そうだそうだ、お前はスポーツ推薦だろ。っていうか、そんくらいで落ちるようならもはや手遅れだろ。言うよな。な、次はどんなデッキで行く。わかった、勉強教える。俺んちで合宿しよう。よっしゃ。やだよ、お前も強制参加。ほら、よっしゃ。まあなんだかんださ、俺たちの将来は大丈夫。根拠はない。なんだよいきなり。俺たちには明るい未来が待ってる。仲間を